はい、今日ちょっとご報告があります、はい、現在KG モーターズでですね、制作中の一人乗り超小型モビリティ、これをですね来年東京オートサロン2023にですね出展して大々的に発表してですね、そこからこのモビリティの予約っていうものをやっていこうと思ってたんですけど、なんとですねキャンセル待ちになっておりまして、はい、まあ我々としてもいろんな方法を考えてですね出展できないかっていう方法を模索してきてたんですけど、ほぼほぼですね出展がもう絶望的になったと、もうなんかいろいろ出展者確定したみたいなんで、今回はちょっともう出れなくなっちゃったと、いうことになっております。どちらにしてもですね来年1月には発表しようと思います。ただそれをどういう形で発表するのかっていうのは今いろいろ模索中なんですけれども、どうにかいろんな形でですね視聴者の皆さん含め日本全国の皆さんに見ていただける機会っていうものは作っていこうかなと思っております。一つ今の時点で確定しているのはですね2月の大阪のオートメッセ、こちらにはもう出展が確定しておりますんで、はい、まあ、大阪近辺の方、まあ、全国の方、もしよろしければ 見に来ていただければなと思っております。ちょっと今回はね、残念なご報告にはなったんですけど、KG モーターズとしてももう個人の俺自身としてもですね、うん、全く下を向くつもりはなくて、はい、これはこれで置いといて、うん、本当に自信を持って皆さんにお見せできるっていう乗り物をですね作っていこうかなと思っております。ちょっと衣装権の問題で、はい、まだちょっと表に出せない問題があるんですけど、うん、実は着々と水面下で、はい、進んでおりまして、もう今までになかった作り方、もう自分たちのこう今までやってきたもののね集大成と言うべき、本当自信を持ってお見せできるものを今ちょうど作っているので、それもちょっとタイミングを見て YouTube に出していきたいなと思っておりますので、はい、引き続き期待していただいてですね、応援いただければなと思います、はい、KG モーターズ日本で17番目の自動車メーカーを目指して今超小型 EV を開発しています。その裏側の部分を YouTube のメンバーシップというところで公開しております。表には出せない開発情報だとか、我々みたいな弱小がですね自動車メーカーという、まあ、ものすごく大きなところに到達するまでの苦悩、まあ、ビジネス的なところも含めてですね共有していきたいと思っていますので、ぜひご参加ください。